ジュリさん、私はそんなのしょっちゅうです。大人になったからって寂しくなくなるわけじゃないんだね。むしろ大人になってからの方が寂しいのか。でも最近は積極的にそういう時間を作るようにしてるよ。みんなで騒ぐのも楽しいけど、一人の時間は自分でも思いもしなかったアイデアを生むこともあるから、いわば孤独の力です。今日は海辺のでっかい木の下ででっかいキャンバスに絵を描きました。キャンバスの前に立つまでは自分でも何を描くのかわからない。でもイメージはすぐに自然と湧いてきました。初めはパレットなんぞを使っておりましたが、それも最初のうちだけで、途中からは私の手のひらがパレット代わりになりました。マウイの気まぐれな風に吹かれて、時には絵の具に砂が混じりながら、木漏れ日が落とした影に沿って筆をなぞっていくうちに、自分でも思いもよらない線が生まれました。マウイの風が私にこの絵を描かせてくれたのかもしれないね。何も考えてないから自然に身を任せたら描けるんだよ。本当だよ、おばあちゃんの言う通りしてるんだよ。乾いてない。すごい、見られてる。ふう、足、ここが血液が止まってた。いつも揺れてる、ずっと揺れてる。そう、揺れてる最中も描くことで、なんか自然なブレが、なんか虹が綺麗だったから虹描くだろうなって思ってたんだけど、なんか虹描かなくても虹の色全部入ってるなと思って。描かなくてもいいやと思った。ここに生まれた色を汚いじゃなくてさ、こう綺麗だなと思ってさ、使うみたいな。ハワイの神様が乗り移ってくれてるよ。なんかできてきたね。サンゴがほとんど消えちゃったかな。顔切れてるけど、こっちとてててて、まあ息継ぎをしてるっていうことで。そうそう、だって見えたんだもん、クマに。お、熊だ。ここもいる。なんかわかんない。こうね、生き物にも見えるよね。ハイビスカス。クラゲになった。うん。疲れでーす。本当？よかった。楽しいことやって、みんなにすごいお疲れって言われてて、すごいね。ハワイ。
愛のエナジー完成形。